ジールの具合は大丈夫だといいが。なんだい、いい品が揃ってるよ。いただくよ。また来ないよ。何の用だ？何を作る？
できたぜ。よし、いい出来だ。大事に使えよ。どんな敵とも戦えるぜ。よし、できたぜ。どんな敵とも戦えるぜ。またな。おお、クライム、何を作る？またな。シド聞いたぜ。ドレイク。ドレイクブレスを壊したって。知りたいことはあるかね。そうか、うん、頼むぞ。お主の話はわしの好奇心を刺激してくれる。まだ話していなかったことを思い出した。これまでのお主の話をまとめているぞ。
知りたいことがあったらおいで。ロザリアでベアラの神聖があった。あら、クライブ、ちょうどよかった。困りごとか？ええ、服を仕立てようと思ったんだけど、布が足りないことに気づいてね。ほら、この間保護されたあの姉妹の分。あんな格好のままだとかわいそうでしょ？綺麗な服を着せてあげたいじゃない。必要な布は注文してあって、あとは受け取りに行くだけよ。ねえ、ちょっと手伝ってくれない？それくらいなら俺が行こう。あら、いいの？助かるわ。注文した布は濃い青と朱の2色よ。お金は先に払ってるから、この引き換え証を渡せば布を受け取れるわ。ああ、わかった。濃い青色と朱色の布だな。ええ、お店はノースリーチのマルシェにあるからね。それじゃよろしく、クライブ。ちゃん、新しい服をくれるんだって。本当にもらえるのかな。イヴァン、何を読んでるんだ？バリスゼア食機構です。語り部からお借りした本なんですが、これには魔物の調理法が書かれているんですよ。魔物の調理？ええ、この本にかかれば全ての魔物がご馳走に思えてきます。姿焼きから甘味まで、いろんな魔物料理が。ああ、一度でいいから食べてみたい。挑戦してみる分には止めないさ。でも、魔物を捕まえるとなると、ひ弱な僕にはとてもとても。だからシド、お願いします。食材の調達に力を貸してくださいませんか？やれやれ、そこまで熱心に言われたら仕方ない。さすがシド、ありがとうございます。それで、どんな料理を作るつもりなんだ？はい、この本の中でも特に目を引かれた魔物の煮込みシチューにしてみようかと。ですが問題があって、何の魔物を使うのか肝心なことが書かれていないのです。食材のところには魔物の肉、至魂の重宝と記されているだけで。他に手がかりは？そうですね、ロザリアさんが特に濃厚とあります。ロザリアに住む魔物の肉ということか。マーサの宿にいる商人なら何か知っているかもしれない。早速行ってこよう。ロザリアでベアラの粛清があったんだって。
こんにちは、シド。ちょうど伺いたいと思っていたところです。どうしたんだ？あなたがロザリアの出身とお聞きしまして。モーガンビアードという花をご存知ですか？ロザリアに咲く珍しい花で、煎じて飲むと薬が効きやすくなるのだとか。いや、覚えがないな。そうですか。もしかしたらと思ったのですが。というのも、この隠れ家では薬品はとても希少でして、入荷も少なく、いつも不足しています。ですからモーガンビアードの効能で効き目を増せば、薬の節約につながるかと思ったのです。ただこの花の方向を蛮族が好むらしく、採取に危険を伴うためか、なかなか市場に出回らず。シド、無理を承知でお願いするのですが、ロザリアへ行った折にその花を探していただけませんか？探してみよう。どんな花か教えてくれ。ありがとうございます、シド。モーガンビアードは大きな黄色の花が特徴的で、グレードモン修道院の北部に群生しているようです。無事に採取できたら、ぜひ隠れ家にお持ち帰りください。蛮族が出るかもしれませんので、くれぐれもお気をつけて。それではよろしくお願いします。足場が脆くなっている場所を見つけたら。やっぱりゴーチェは私にはまだ若すぎたみたい。今は年上の不器用な男がたまらないの。ブラックソーンのしかめ面、見慣れると案外可愛いのよね。見れば見るほど味が出てくるわ。やっぱりゴーチェは私にはまだ若すぎたみたい。ブラックソーンの下で働く秘訣って？無駄口を叩かないことさ。